皆さん、IPM モータはご存知ですか？ IPM モータは生活のあらゆる場面で使われている永久磁石埋め込み型モータです。例えば家電、電気自動車、精密医療機器などに使われています。 IPM モータは様々な場面で用いられていますが、使用分野の拡大に伴ってさらなる特性の改善が求められています。その改善の一つにコギングトルクの低減があります。コギングトルクはモータの働きを弱めてしまう要素です。コギングトルクを小さくすることでモータがより安定的に回転します。具体的な方法として、モータ内部に補助永久磁石と単部永久磁石を取り付けます。両者を比較してみると、従来の IPM モータでは時速を拡散させてしまいますが、改善された IPM モータでは補助永久磁石と単部永久磁石が時速を中央に引き寄せることができます。その結果、時速がより強くなり、コギングトルクが小さくなります。また取り付ける補助永久磁石の間隔とその保持力により、コギングトルクを柔軟に調整できることが分かりました。このように改善された IPM モータはより安定的な働きを可能にすることで、さまざまな分野において機器の性能を高めることができ、今後はより幅広く応用されることでしょう。国立大学法人茨城大学の特許です。